イズラエル・パットナム将軍イズラエル・パットナムはアメリカ独立戦争中の大陸軍将軍でありバンカーヒルの戦いで際立った働きをしたパットナムはデイビッド・クロケットやダニエル・ブーンのような国家的に有名な英雄ではないが当時の無鉄砲な勇敢さや戦闘精神はコネチカットを越えて聞こえ渡りその自責を称える民間伝承にもなっている パットナムは、マサチューセッツ湾植民地のセーラム魔女裁判でも、有名なセーラム村で浮遊なのか、ジョセフ・パットナムとエリザベスの夫妻の子供として生まれた。パットナムの聖火パットナムハウスは現在でも、残されている。1740年、パットナムが22歳の時に、土地が安く容易に手に入るコネチカットの北東部、モルトレークに移動した。イスラエル・パットナムの聖火パットナムハウス北東部、 コネチカットの区伝では、パットナムは若い時にモルトレークの農夫たちの力を借りて、コネチカット最後の狼を殺したと言われる。パットナムは松明を手に小さな穴に貼って入った。足には紐が岩へつけてあり、穴から引き出してもらえるようにしていた。パットナムの申し立てでは、穴の中でメス狼を殺し、モルトレークの農場にいる羊を安全にしたという。現在のポンフレットには、 マシアムケットブルック州立公園があり、狼の穴という場所がある。また、コネチカットのブルックリンには、狼の穴道路がある。独立戦争の前夜までに、パットナムはかなり裕な農夫であり酒屋の店主でもあった。土地の評判は、以前の冒険団を超えるものであった。1755年から1765年まで、パットナムは、ロジャースレンジャーズの一員として、 イギリス軍正規兵と共に、フランスやインディアンに対する方面作戦に参加した。パットナムは1756年に、大位、1758年には、少佐に昇進した。コネチカット軍の指揮官として、パットナムは1758年に、オッタワ族インディアンのポンティアック州長が取り囲んだ、デトロイトの救援に派遣された。ニューヨーク方面作戦の間にパットナムは、 カフナ川ワインディアンに捕まり、木に縛り付けられて、火炙りにされる寸でのところを、フランス人士官の仲裁で救われた。1759年パットナムは、タイコンデロガトリデの攻撃で連隊を引き、後にモントリオールでも戦った。1762年、スペインに対する方面作戦で船が遭難したが、生き残り、キューバの幅の占領にも参戦した。 パットナムはキューバからニューイングランドに戻る時にキューバタバコの種を持ち帰りハートフォード一帯の農園に植え有名なコネチカットラッパーの農業生産物の発展につなげたと信じられている。パットナムはイギリスの課税政策に対して抗議するものとなり1766年に廃止された飲酒法の頃にコネチカット議会議員にも選ばれた。またコネチカット 自由の息子たちの創設者の一人となった。1775年4月20日、パットナムは前日に行われた歴史シントンの戦いの知らせを聞いて、隙を農場に投げ出し馬に乗って100マイルを8時間でかけて翌日ケンブリッジに到着した。そこでパットナムは愛国者のために活動することを申し出た。パットナムは大陸軍に加わり、第三コネチカット連隊の大佐に任命され、 直後にコネチカット民兵の順将となった。イズラエル・パットナム、ジョン・トランブルガ・パットナムはコネチカット民兵を率いてボストンに向かい、少々に任命されて大陸軍では2番目の指揮官となった。パットナムはバンカーヒルの戦いでは作戦段階でも戦場でも全軍を率いた。この戦いの間、パットナムは敵の目の白いところが見えるまでは撃つなと命令した。 この命令はアメリカ独立戦争を通じて最も記憶される言葉となった。この言葉の重要さは弾薬があまりなかったことによっている。パットナムはニューヨークの大陸軍の葬式にあたり、1776年4月13日に到着したジョージ・ワシントン将軍に引き継いだ。バンカーヒルの戦いはパットナムの人生で最高の業績に数えられる。 というのもそれ以後のパットナムの運は下降戦となり、1776年のロングアイランドの戦いでは焦って退却してしまう具を演じた。ワシントンはパットナムの失敗を責めなかったが、大陸会議は違った。ワシントンはパットナムの能力を評価し、徴兵任務に割り当てた。1777年、パットナムは新しい、しかし小さな任務。 ハドソンハイランズでの民兵式を任せられた。パットナムはイギリス軍に対し、モントゴメリートリデとクリントントリデを明け渡すことになり、このことでサモン委員会にかけられた。しかし、パットナムはいかなる罪に対しても無罪とされた。1779年12月、パットナムは脳卒中を患い、軍隊での経歴を終えた。パットナムは10年後の1790年、 コネチカットのブルックリンで死亡し、ブルックリンの南墓地の地上墓に埋葬された。しかしその後数年間、パットナムの墓を訪れる者の数が多く、ひどく傷ついた、大遺跡の墓標は安全のために、ハートフォードのキャピトルビルディングに移された。1888年、パットナムの亡骸は、ブルックリンの墓地から取り出され、新しくブルックリンの緑地近くに作られた、記念碑の基礎に、 サルコファガス製の棺で収められた。独立戦争の初期、パットナムは、ワシントンによって、アメリカの最も価値ある軍人とみなされた。この見解はむしろ、パットナムの過去にある、花々しい冒険団から来ているかもしれない。しかし、独立戦争中のパットナムは、複雑な方面作戦の指揮ができないことがわかり、急速に彼の評価を下げることになった。今日、パットナムの名にちなむ場所が、 アメリカ合衆国内に多くある。例えば、パットナム軍は全米で8カ所ある。EN、リスト・オブ・プレイシズネ・イモド・フォー・イスラエル・プトナムを参照パットナム将軍を描く壁画が、コネチカット州グリニッチの改修された、ハミルトン・アベニュースクールに戻されないことになった。2006年9月28日付の記事、壁画が学校には暴力に見えるに、この決定の詳細が載った。 以下はその記事を引用する。多くの世代や性別の会員を二つに割った議論の後で、地下ホミニー地域協会は昨日、異論の多い独立戦争の壁画をハミルトンアベニュースクールに戻さないことに全会一致で決定した。理由は内容が暴力的であるということである。その代わりに壁画、コネチカット出身イスラエルパットナム将軍の生涯と時代を グリニッジ図書館の現在の場所に残すことに同意した。壁画は1935年に作業振興管理プログラムの一部として、ウェストンのジェームズ・ドートリーによって描かれたものであり、グリニッジの戦争の英雄パットナムが歯を向いてうなる狼たちにマスケット銃を向け、パットナムの周りではアメリカ戦住民がトマホークを投げつけ、銃やナイフを持った男たちが戦っている様を描いている。 この絵は60年近くハミルトンアベニュースクールの体育館に高く掛けられていたが、しばしば誤ってバスケットボールの衝撃を受けていた。1998年に取り外され、ルース・ダブル・ブラウン基金の寄付54,145ドルで修復された。イギリス軍から逃れるローパット・フロム・オールド・プット・ザ・パトリオット。ありがとうございます。